お姉さんの限界ライブ始まるよ。みんなついてこれますか？じゃあお姉さんと一緒に限界ライブをやっつけよう。
がとうございます。暑い。それでは改めまして、今日はエビナフェスに、エビナ中古へ来てくれた皆さん、こんにちは。ありがとうございます。よいしょ。クリエイティブ歌のお姉さんこと松山葵です。夢は世界を調教してみんなを楽しませたいと思って活動してます。よろしくお願いします。そして今日はもうちょっと自己紹介させてください。今日初めて会えたよってお友達はどれがいますか。いっぱいいる。ありがとうね。2階席ありがとう。勝手に2階席作っちゃった。ありがとう。3階席ありがとうございます。もうちょっと自己紹介すると、作ることが全体的に好きなお姉さんで、オリジナル曲は全部自分で作詞してたり、ほとんどの曲も作曲してます。そして衣装とかも作ってますが、今日はメルカリで買ったウサギさんセーラー服を着てみました。まだいけますか？ありがとうございます。今日、初めてのエミナ中央公園でのイベント、みんなに楽しんでもらうように頑張って歌います。よろしくお願いします。それでは、あれ、ゾウどこ行った？あれ、あ、いた。それでは次歌う曲は、前のお姉さんの夢がアニメソングを歌う人になりたかったんですけれども、なれなさすぎてみんなにクラウドファンディングで、資金を応援してもらい、埼玉県出身なんですけれども、テレビ埼玉のテレビ放送枠を買い取って作ったオリジナルアニメを流したりしました。イエーイ。テレタマさん見れるよっていう友達どれぐらいいる？はい、あんまいない。エビナだもんね。悲しい。でも、今年今第4期目のチャレンジ中してて、去年から松山葵の YouTube でも作ったアニメ、限界アニメ松山葵物語見れるようになりました。やったー。今年の10月から第4期も始まりますので、ぜひぜひチェックしてくれたら嬉しいです。それでは次歌う曲は、そのアニメの主題歌お姉さん動物園を歌います。この曲はみんなが人間の心を忘れて動物になれる曲です。パオパオゾーンがあります。お姉さんと一緒にパオパオしよう。最後うまくできたら褒めてあげるから、褒められたら胸に手を当てて心の中でありがとうございますって言ってね。ちょっとびっくりしちゃうお友達いるかもしれないから、あらかじめ言いますが、声が出せない分も歌の音に入ってるのでびっくりしないでね。はい、それでは聞いてください。お姉さん動物園。最高楽しい動物たちの国へ、みんな一緒に大変身。行くよ、はい、パオ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 、もっとパオ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 。朝目が覚めて眩しい太陽に、おはようって大きな声を出してみようよ。ありがとうございます。